はい、どうもアーサーです。 FF7 リバースやっていきます。ということで今回はですね、最強武器の簡単入手方法を皆様に紹介していきます。でまず最初にですね、ストーリーを進めて古代種の神殿に向かいます。で古代種の神殿に着いたらですね、実はこのマップで全ての最強武器が入手できます。はい、でまず最初にクラウドの武器から入手していきます。ちなみにですね、最強武器と言ったんですけど、多分今作の武器も最終的に全ての武器がまあほぼ横並びの性能になるのではないかと思ってます。まあだから最強武器というより最後に手に入る武器ですね。ストーリー上のもう古代史の神殿はですね、もうストーリーの最後に行くマップなので、はい、ありました。ここ紫の部分に光ってますね。ストリームブレイカー、性能の方を確認していきましょう。物理の火力が、まあ、ボルケーノスパードより30低くて、魔法攻撃力が、まあ、60高いという性能になってますね。あとマテリアの穴がですね6つついてて、しかも連結で3つ、まあ、非常に使いやすいのではないでしょうかね。これ魔法メインで使う場合はこっちの方が、まあ、多分いいでしょうね。6つのマテリアに連結が3つだから、いろんなマテリアを組み合わせて戦うことが可能ですね、これ。で、次はティファの武器を入手します。生命の間、第2層に到着したらですね、まあ、先に進めていきます。まあ、基本的には普通に進めてたら、まあ、見逃すことはほとんどないと思います。はい、結構目立つところに宝箱が置いてあるのでね。でここにあります。どこにあるかというと、左を見て、はい、ありました。まあ、ただ周りを見ないと逆に入手し忘れることがあるかもしれないので注意してください。で性能の方はですね、物理の火力が高めで魔法が低めですね。でマテリアが6つ装備できて連結が3つという、まあ、先ほどのクラウドの武器と似てますね。では次はですね、エアリスの武器を入手します。生命の間第3層のこの生命の器から左に進みます。でここ階段があるので、この階段を下に降りていき、はい、ありました。紫色に光る宝箱、中身はエアリスの武器、岩盤転移ですね。ちょっと性能の方を見ていきます。物理の火力が低くて魔法が高めで、マテリアは連結2つに、単体が2つといった感じですね。まあ、これもすごい使いやすいのではないでしょうか。はい、では次の武器入手します。生命の間第1層ですね。この古代史の神殿ですね、結構ボリュームが多いので、まあかなり入念に探索をする必要がありますね。でここギミックがあるので、これを、まあ、すでに攻略済みなんですけど、まあ、攻略して、はい、ありました。まあ、これも見逃すことはないかな。普通に前見てたらありますからね。ラウドシャウト、これはバレットの武器ですね。性能を確認します。はい、これは強いですね。物理魔法ともに高くて、でマテリアも連結2つに単体が2つと、うん、すごい使いやすい。次はレッドの武器ですね。でマップは生命の間第2層のここから進めていき、建物の中に入って、はい、ありました。まあこれもすごい分かりやすい場所にあるので見逃すことはないと思います。まずでブリーシン画面、性能の方はどうかというと、はい、物理が低めで魔法が高めですね。さあ、いよいよ終わりが近づいてきました。このマップ最後の武器がユフィの武器ですね。で現在の位置は快晴の間第2層になります。もう古代史の神殿の最後ら辺ですね、ここは。
で最後の武器はユフィと言ったんですけど、ケットシーはですね、まあおそらくですが、ケットシーの武器はまあここにはないと思われます。あのここ攻略してる最中、ケットシーパーティーが離脱してるんですよね。で基本的にあのこのマップで入手できる武器は、その武器に対応したキャラがパーティーにいるときに入手できるんですよ。例えばクラウドの武器を入手するときは必ずパーティーにクラウドがいるときです。でエアリスの武器を入手するときも必ずパーティーにエアリスがいたんですけど、ケットシー離脱してるのでいないんですよね。まあ、だからケットシーの武器はここにはないと思われます。はい、かなり入念に探索してなかったんで、まあ、おそらく間違いないかと、まあ、もしあったらごめんなさい。この古代史の神殿もかなりボリュームが多いですからね、もしかしたら見逃しとかがある可能性も歪めない。はい、でここにありますユフィの武器が。マップは、まあ、こんな感じですね。開成の間第1層のここ、これはもうまっすぐ行っちゃった場合はもしかしたら見逃す可能性がありますね。で風魔手裏剣、この風魔手裏剣で最後になります。ではケットシーを除くキャラクターの最後の武器がここで入手できるという感じです。まあ、すごい強いですねこの風魔手裏剣、性能が。はい、でストーリークリアしてきました。でおそらくですが武器屋行けば、まあ、見逃した場合は、まあ、武器が購入できるようになってるのかな、うん、この2つの武器ワイザーロッドとエコーメガホン、まあ、見逃してたみたいですね、どっかのストーリーで。だから購入できるので、まあ、見逃しても大丈夫ですかね基本的には。まあ、おそらくですがショップに並ぶと思います、ストーリークリア後に。うん、気をつけて行ってらっしゃい。で武器の数なんですけど、ケットシーはゴールドソーサークリア後に離脱しちゃうんですよね、パーティーから。まあ、ただ武器は見れますね、枠が一つ空いてますねケットシー。ああユフィも空いてる、全部集めてると思ったんですけどね。 あ結構空いてるな。まだ1本入手できるってことですかね、これ枠が空いてるってことは。クラウドは全て埋まってるのでこれで全部だと思うんですけど、まあ、あと1本の武器の入手方法はこれから調べます。はい、ということで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。